ジャベリンはイギリス海軍の駆逐艦 JQ 駆逐艦の一番艦であるジョン・ブラウンカンパニーによりスコットランドのクライドバンクで建造された1940年5月ダイナモ作戦に参加するジャベリンと他の駆逐艦は SS アブキールの沈没から生存者を救助した九百四十年十一月の終わりにジャベリンはジュピター・ジャッカル ジャージー、および、カシミールと共に、第五駆逐軍を編成した。この時の指揮は、ルイス・マウント・バッテンが務めた。プリマスを出発した後、ドイツの駆逐艦 Z10 ハンスロディ、Z4 リヒャルトバイツェン、Z20 カール・ガルスターと交戦した。ジャベリンは、ドイツの駆逐艦の魚雷と砲撃によってひどく損傷を受け、艦首と艦尾の両方を失った。この時、 ジャベリンの戦隊は、元の353フィートの長さに対し、わずか155フィートであったが何とか浮き続けており、両艦に牽引され寄港した。その後ジャベリンはほぼ1年間にわたり活動していない。ジャベリンは修理からの復帰後マダガスカルへ向け執行し、1942年5月には、マダガスカルの戦いに参加した。1 9 4二年六月には、 ビガラス作戦に参加、マルタへの補給船団を護衛するが、作戦は失敗に終わっている。撤退の際には戦闘で大きく損傷した駆逐艦ネスタを栄光している。1942年12月には第14駆逐軍としてイタリアの船団護衛を破壊している。1943年1月16日、ジャベリント駆逐艦パケナムは、 イタリアのウォーターストアーズキャリアとなとを沈めた。1月20日、ジャベリンと駆逐艦ケルビンは、総海底4隻、特設総海底3隻などからなる集団を攻撃して全滅させた。1月22日、軽巡洋艦、クレオパトラ、ユーラヤラスト駆逐艦ジャベリン、ジャービス、ヌビアン、ケルビンは、ズワーラ砲撃を行った。1944年6月には、 第19逐軍として、ブルターに大きい海戦に参加している。ジャベリンは1949年6月11日に、船舶解体船に売却され、スコットランドのトゥルーンで解体された。ありがとうございます。